ダッシュでいこうぜ。どうも武でございます。刻んでいこうぜ。ファーディナンドおじさん、たこ焼き志村美希です。お願いします。かわいい。これはだニヤニヤ必須ですね。これはやれって言われました。あーごめんなさい皆さん、あの動画の頂点ここです。見どころこれ以上ないんで、もうブラウズバックしてもらって大丈夫です。最後までご視聴いやありがとうございます。前回の動画に引き続き今回も志村美希ちゃんのことミキティに来てもらってます。ということで、まあ、前回の動画でも言いましたけれども、なんで走るのそういうの最近女性アスリートに勝ったことないじゃないですか。もう一回ちゃんと説明すると 800m の2020年のファイナリスト、これ初めてなんだよね日本選手権。はい、そうです。出場したのも初めてで、はい、初出場で初決勝だから、ボーン右肩上がりみたいな、うん、まあ引退したとはいえまだして数ヶ月しか経ってないんで、はい、女性アスリートと言ってもそれ嘘じゃないでしょ。前回の動画見ていただいたら分かると思うんだけど、うん、動き全然衰えてないじゃん。なんかむしろちょっと疲れ抜けて、あまりバネで今日なんかやっちゃうんじゃないかな、うん、ちなみに今日 600m ちょっと間を取ってやらせてもらうんですけど、はい、800m 勝てるわけない、 400m に負けちゃいけないんで、はい、間を取って600でやらせてもらってるんですけど、 600m ってどんぐらい出せる練習でいいんだけど。自己ベスト、うん、1分32秒。92秒ってことお前と変わんねえじゃん。変わんないマジで変わんない。早いっすね。自分で絶対92では来れない。無理ですね。もう早速やっていきたいなと、はい、思います。みきさんよろしくお願いします。お願いいたします。はい、では行きましょう。たこ焼きダッシュで行こうぜ。テンションハイテンション。作戦はぶっちゃけ本当は60秒でぶっ込んでビビらせようかなと思ったんだけど、僕負けたくないからあのつくついてラスト200でかますらかます。そのまんま可愛いわ普通に。ムカついた、可愛くて普通に顔ちっちゃまんじゃんすいません。コンディションは一昨日オールしてるんで、あんまりちょっと良くないです。パリピ系だね完全に作戦はアップでいっぱい疲れさせられたと思うので、私はあの疲れてないからその分頑張れるかなって思います。ちなみに武田に作戦聞いたんですけど、はい、なんかみきちゃんに作って言ってます。作って言ってるんですか、はい、先に言っていただきたいんですよね告げ口しちゃいました。勝ってほしい。ゆめちゃんにも負け、赤地さんにも負け。めっちゃ勝ちたいです。でも応援してください。あ、すごい意外に、あの意外じゃない、普通に礼儀正しい方だなって思いました。本当にアップ中にカフェラテ飲んでて、ちょっと勝ちたいなって思いました。ありがとうございます、頑張ってください。はい、お願いいたします。ダッシュで行こうぜ。負けたくない、でも負けない。お願いします、応援してください。間もなくレーススタートです。いやー始まりましたね。始まりました。うん、入れば割とスローですか、これは。どうですか。いや僕ずあの言ってるんですけど、ミキちゃんについてくって言ってるんで、はい、出てこねえなって思ったら出てきたっていう感じですね。はい、ミキちゃんはいや遅えなと思って前に出たのかな。ああそうですね、うん、はい。さあ入りの200の通過が気になりますが、みきちゃん足が長い。長いね、短く長い。足の毛も綺麗だよ。30、31秒ですね。31秒なんだ。はい、俺体感はね、はい、28秒ぐらい。まあ、TK で午前中ね204本やってますからね。みきちゃんもまあ練習はしてないとは言ってましたけど、動きがえぐい。いやー本当綺麗だね。うん、さすがだと思う。足が長いのかな。さあもう間もなく 400m。 はい、57 58 59 60 61 62 63 64 64秒ですね。64秒ぐらいか。はい、いやもう体感58秒。周平さんの肩が上がってきた。みきちゃんはピッチが落ちていない、さあさあさあ、これはもう僕無理な時の顔ですね。はい、これも僕無理だけど、はい、集中ちょっと切れちゃった。はい、そしてみきちゃんは相変わらずのピッチということで、いや素晴らしい。もうこれはあの実況したいところなんですけども、はい、勝負つきましたね。勝負つきましたしあの僕から言うこともないですはい、ということでタイムが、うん、はい、99秒。すげえ。 TKD が1分45秒から44秒かな。おお、まあ、1キロ3分ペースです。なるほど。 TK でもでも悪くない。あ悪くないんだ。いや勝ってないだろお前。
雄たけびをあげましたね。ダメだもんね、はい、ということで現場に返しますか。実況はよしきと TKD でした。ありがとうございました。ミキティは平然と余裕そうです。ダッシュで行こうぜ。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果発表、大丈夫、まあ、寒いんだね。ということで勝者ミキティということで。クソマジかよ。お呼びタイムなんですけども、うん、ミキティが1分39秒。99秒、100切ってきたの。こんな寒い中こんな寒い中しかも練習してないから。よかった、ファイナリストだね。よかった、うん、自分でもびっくりしました。あ、ほんと2分切れればいいぐらいで待ってた。武田が1分45秒。俺はこのタイムもね、やると悪くないと思う。どうでした、みきちゃん的に。いや、なんか引っ張ってもらえると思って前に出させたんですよ。全然なんか引っ張る気ないやんと思って。デートじゃないからリードしてもらえるかなって思って。バトルだろ全然出てくれないと思ったから50過ぎぐらいで前に出ちゃって、垂れるかもしれないけど引っ張ってやろうって思って俺みきちゃんに言わせたら叩かれます。そうですね。で、まあ、エスコートしてもらって負けるっていうねちょっとね、見せどころが周平さんはなかったかな。いや、あるよ、ずっとついてったもんもう途中から、皆さん勝つじゃなくて、俺は YouTube のために画角から消えねえって思ってる意地でついてったもん僕、いいですか、じゃなくて、うん、僕はもう 200m で無理だってなりました、正直。はい、200の入りが31秒でした。そんなに遅いの、うん、あれで、うん、でも無理だと思って。いや、でも本当に99秒が早いって思うぐらい今めっちゃ寒いんですよ。お二人ともお疲れ様でした。いや、ありがとうございました。罰ゲーム言ってなかったんですけど、後出しじゃんけん皆さんこれ今日あの何してるんですこれ聞いてください素直にこれあり。今日は武田が美味しいお肉をご馳走するということで、みんなにやったごちそうさまです。これはおごるよ最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。ラスト200で来ると思いました。ね、俺も今行くんちゃうかなと思って。うん、思った。溜めてるって思って。溜めてるって思ってて。ちょっと羨ましい。でも本当になんか、うん、ミキちゃんの強さを見せれたいい動画だったんじゃないですか。いつもなんかアスリートと勝負するとさ、なんかかませ犬みたいになってんだよ。何かしらあると思ってましたもん、うん、ね、何かしらあるのかなと思ったらそのままあのいなくなった。本当に何もないんだ何もないんだねえびっくりした。